皆さんこんにちは。GSR、フィリピン不動産の GSR の飯田です。本日は今コロナの感染が、日本でも広がってきているんですけれども、フィリピンでも感染の拡大が続く中、やはり現地の、ね、状況かなり気になりますので、フィリピン支局長の日高に詳しく質問していきたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近どうですか？最近ですか？ですね、フィリピンが、3月の17日がロックダウンに入って、で、ずっとですね、一応今もずっとロックダウンが続いていて、段階的にこう解除して、緩めていってたんですけども、ただ、この間ですね、最近感染者数がすごく増えている中で、今日が3月の、8月の4日ですね。で、8月の2日に、大統領がですね、規制をちょっと強化するということで、強化ですね、少しまた逆戻りになってしまったという状況で、中1日での発表だったので、ちょっとやっぱり今、いろんな現場がですね、少し混乱しているところはちょっと、いろいろニュースなんかでも、見てます。はい。3月のロックダウンも結構急でしたけど、今回も。今回も急ですよ。はい。大体そうなんですよ。で、今回も8月の1日に、規制を緩和するか、強化するか、もしくは現状維持するかっていうところの、一応節目であったんですけども、その8月の2日に発表があって、結構急ですよね、本当に。はい。本当にもう今回は中1日での、逆戻りしてるんで、規制強化の方になってるんで、はい、だからもうスーパーとかやっぱ並んでますね、みんな。買いだめしようと思って。ちょっとその今までの教訓がちょっと生かされて、ないんじゃないかなっていう、ちょっと非難の声もこうね、やっぱちらほら、はい、聞こえてますよね。はい。その通りだなと思ってます。結構混乱がね、起きて、聞きますよね、いきなり。そういうことも。そうですね。で、どのくらい、この規制強化されてるか、公共交通機関は全部ストップしてるんで、はい、で、オフィスも、もともとはその、従業員の 50% までっていうのが、稼働して OK だったんですけども、今回もっとさらに厳しくなってます。今オフィスにいるんですけども、従業員で働いてる方の数にぐっとこう抑えられて、で、かつみんなね、足がないので、こっちオフィスに来るまで。だから自社で車持ってる人たちは、迎えに行ってですね、送迎、送り迎えをしてると。それ以外の人たちは、自家用車があれば自家用車できますし、ない方は、やっぱオフィスに来れない方ってたくさんいます。普通に電車が当たり前にね、フルで動いてる日本とはもう全然、雰囲気感も違いますね。はい、静かですよ、本当に。外がまた一段と、静かになったなという感じがしますね。わかりました。ありがとうございます。では、早速いろいろ質問をしていきたいんですけれど、今日は6個質問させていただきたいと思ってます。で、まず1つ目なんですけど、かなりこのロックダウンを受けて、仕事がなくなって失業率も上がってきているかなと思うんですけれども、失業者が増えてくる中で、マカティなどのグローバルシティの治安ってどんな感じでしょうか？そうですね。失業率上がるイコール、治安の悪化って、結構やっぱ結びつけられやすいんですけども、フィリピン確かに、失業率上がっていてですね、今 20% 近くまで上がってます。で、ただ、その代わり治安も、それに比例して悪くなってるかっていうと、そうではなくて、もうちょっと外出規制っていうのが限られているので、基本的に、外でうろうろしてたら、今はそうでもないんですけど、本当に、一番ロックダウンきつい時なんかは、外に出て声かけられるレベルなんで、なんで、実際に犯罪件数はやっぱ下がってます。下がってて、で、僕も、ただ、やっぱ、どうしても、なんていうんですかね、不労者っていうか、なんていうんですか、家がない、人たちっていうのは、やっぱり一定数いて、で、やっぱそういう人たちって実はマカティにも、珍しいんですけど、多少はいるんですね。で、やっぱそういった方っていうのは、やっぱりたまに、今でも、はい、います。それだからといって、治安が悪くなっていったっていう感じは、僕はしないですかね。生活にちょっと困窮して、結構困ってる人が、そうですね。ひったくりみたいなのが増えたりっていう印象も特にはないですか？印象、犯罪件数そのものは少なくなっているので、はい。印象ベースで話してしまったらあれなんですけど、件数が下がっているのと、はいはい、あと、やっぱり結構どうしてもね、食べるものに困っている人たちなんかは、マニラにいた人たちは結構地元に帰ってるみたいですね。地元っていうのはもう、マニラじゃなくて、もう自分の故郷ですね。故郷に帰らされたりとか、はい。そういうのはちょっとこう政府主導レベルでやってるみたいですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、マカティだとか、中心地のファイブスターホテルって今営業してるんですか？ファイブスターホテルなので、だから今日から、またストップですね。
はい、ちょうど今日から8月4日からストップしてます、はい、なんでもう必要最低限だからスーパーとモールもストップですね。なのでモールもストップ、今空いてるのはスーパーと薬局とあとレストランもやってるんですけど、レストランもテイクアウトだけですね。はい、もうイートインはできなくなりました。はい、じゃあまあなんか、まあ、8月からね、その外国人の長期ビザ、ね、ある人は入国できるみたいなニュースになってましたけど、ね、まあ、とてもね、まあ、なかなか入国するような雰囲気ではないんですね。うん、そうですね、今はやっぱり感染者が増えて、でこれ医療従事者の方からも SOS が出てたので、まあ、1回医療従事者の方を休ませるという意味で一応期限付きで8月の4日から2週間、はい、一旦その厳しくさせて、でちょっと体制を整えてからもう1回おそらく解除すると思いますね。はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます。次なんですけれども、はい、今マニラの現地に駐在員の外国人とか日本人の方ってまだ結構残ってらっしゃるんですか？そうですね、駐在者の方いらっしゃいますね。ただやっぱ家族は返されてますね、奥様とかお子さんとかですね、お子さんなんかやっぱ学校がまだやってないので、日本人学校もそうですし、なのでね、こっちにいてもね、まあ、大変な思いするだけなので、まあ、駐在員の方は、働いてる方は残って、まあ、ご家族の方は結構早々に帰国されています。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、次なんですけど、まあ、そうやってまあ平川さんみたいに今現地残っている、はいはい、まあ、駐在員の人がいると思うんですけど、そうですね、まあ、現地で今生活で不便を感じていることってどんなことがありますか？はい、そうですね、不便を感じることはたくさんあって、やっぱり、まあ、レストラン、僕はやっぱ外食が多かったんですけど、レストランがねやってるんですけど、まあ、時間が限られたりとか、あとは、まあ、近くの、ね、セブンイレブン、コンビニはやっぱり、ね、1日1回は行くんですけど、まあ、目の前のコンビニがですね、ずっと閉まってたりとか、こう日用品の買い出しなんかはやっぱり不便しますね。あとやっぱマスクしなければ、日本だとマスクをしなくても、はい、まあ、まあ、ちょっと白い目で見られる程度、白い目で見られるぐらいじゃないですか。で、フィリピンはこれ、はい、マスクをしないと罰則なので、だからやっぱ気温が、ね、やっぱ35度ぐらいある中でやっぱマスクして歩いてると結構息苦しいですね、もちろん。そうなんですよ、だから結構そこはなんだろう、やっぱりちょっと暮らしにくいなっていうところと、はい、まあ、もういろいろです。もう全てがやっぱね、いろいろ制限されてる中なので、ちょっとどっか行きたいってなっても、やっぱりなかなか行くことできないですし、まあ、もちろん日本でね、ばっかり一時帰国したいって思いもあるんですけど、やっぱり行ったらね、いつ帰ってこれるか分からないっていうのもあるんで、駐在さんは結構本当それすごく悩んでいらっしゃる方たくさんいると思います。すごい、ストレスもすごそうですね。そうで、だからどうやってこうストレスを溜めないで、過ごすかっていうのは、多分皆さんそれぞれ工夫されているんじゃないですか。こう、なんか掃除にちょっとこう、魅力を見出したりとか、なんかトレーニングしてる方とかも、ね、いらっしゃいますし、なんかちょうど1ヶ月かな、なんか2、3週間ぐらい前から、はい、なんかマニラ内でなら動いていいって言うんですか、そのなんか、そのなんか私のなんか周りのマニラに残っている友人とかも、はい、そのマニラ首都圏内のちょっと旅行っていうんですか、はい、ちょっとなんか緑があるようなところに、そう、旅行行ってる子たちがなんか出始めたのを見てて、だから、ああ、ちょっとまあ、はい、その飛行機とか乗って遠くのところまで行かなければ、まあ、ちょっとした旅行とかも楽しめるようになってきたのかなっていう印象は。まさにその通りですね。それが昨日までですね。昨日までは、はい、OK だった。だから今、マニラ市街、だから今僕らのマカティ市なんですけど、市街への移動手段っていうのも基本的にその、まあ、会社が発行するこう、ね、なんかパスがないといけなかったりとか、もう本当に逆戻りしてしまったんで、厳しくなってますね。はい、そうですね、3月のあの時よりもちょっとは緩いんですけど、3月の時っていうのは全く働くこともできなかった、オフィスに行くこともできなかったんで、はい、それよりかは少し緩いけど、まあ、その旅行に行ったりとか、まあ、マニラ発着の国内便も今全部ダメになったので、はい、厳しくなってますね。そうですね。そうなんです。もう暗い話題がこと書かないというのがなので、はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、次またちょっとですけど、まあ、感染者が今増えているんですけれども、はい、現地の方、フィリピン人の方の様子はいかがですか？いや、フィリピン人の方って、僕は他の YouTube のチャンネルで、こうニュースをですね、いつもこう取り上げさせてもらってるんですけど、ソーシャルウェザーっていうですね、この、市民のですね、この意識調査っていうのをやってる機関があってですね、で、そこがいつも取ってる統計データが面白くて、そのフィリピンの方がコロナに対してどれくらいこの恐怖心を感じてるかっていう調査をずっとやってて、で、これ、他の東南アジアと諸国と比べても、もうフィリピンの方ってすごいこの感染リスクっていうのをすごく恐れていて、なんでみんなやっぱりこう、きちんとね、やっぱりマスクもしてますし、
で、まあ、手洗いうがいとかもきちんと、まあ、うがいはわかんですけど、まあ、手洗いももちろんやってるでしょうし、はい、そういう意識はすごく高いんですけど、なのでやっぱこの感染のがやっぱりこれだけ意識している中で、うん、感染が増えてるっていうのはやっぱりどこかですごいクラスターが発生してて、そもそもこう密度がねやっぱりすごい高い国なので、だからこうソーシャルディスタンスしようにもしようがないようなこう人口密度なんですね。だからマカティもそうですね、マカティもそうですね、あとはちょっとこう、はい、そのエリアによっては本当にこう、まあ、すごく住宅が密集しているところとかもたくさんあるので、そういうところがやっぱクラスターになって、でそこからまあちょっと規制解除してやっぱ外に出始めると、やっぱこうやって感染がしやすくなってしまっていると。でもね、本当にきちんとこう予防っていうかは意識、感染リスクに対する意識は僕はすごく高いと思います、フィリピンの方は。はい、それだけまあ意識が高い上でも、うん、どうしてもまあ感染が広がりやすいような人口密度だったり、そういう環境があるんですね。そうですね。そうですね。いや、僕そうだと思います。はい。なるほど。だ今までそのまあ日本での駐在員だったり、外国人だったり、はい、現地の人について聞いてきたんですけど、最後に、はい、今までフィリピンの経済、はい、まあ、不動産市場なんかにもかなり影響を与えていた中国人のマーケットってどうなったのかなって気になるんですけど。そうですね。だから中国の方は賃貸需要とその売買の需要2つあって、やっぱ賃貸需要のことで言いますと、やっぱり下がっていると思います。やっぱ、中国に今、フィリピンにいる中国の方がですね、結構そのオンラインギャンブリングというビジネスに従事されている方が多くてですね。で、まあ、そのオンラインギャンブリングも、まあ、もちろんいろんな規制の煽りを受けて、まあ、働くことが、ね、できなくなったりとか、働く人数が規制されたりとか、あとこの今税金タックスの問題でですね、いろいろと揉めているので、その事業運営者側と、まあ、国とですね、なので、要するにこう事業を、まあ、存続できない会社も増えてたり、あとは、まあ、そのタックスの問題で、まあ、撤退をしたりとかっていうところも増えているので、だからもうそのフィリピンにいる中国人そのものの絶対数っていうのはやっぱり少しずつあるんですけど少なくなってるんです。で、やっぱり我々のその、賃貸のマーケットってやっぱ中国の方って、まあ、半分ぐらいは 50% ぐらいは、ね、今中国の方だと思ってるんで、まあ、そういった中で言うと、うん、賃貸需要に関してはやっぱり影響があるのかなと思ってますね。はい、あとオフィスの需要が下がることによってその賃貸価格自体も下がったりっていうのもありますか？はい、そうですね、はい、だから、うん、まあ、10% 弱ぐらいは僕らも今少し値段を、ね、下げて賃貸のお客さんを探しているっていう状態ですね。そうなんですね。売買市場の方はどんな感じですか？はい、売買市場は、なんていうんですかね、需給ギャップとか、うんぬんというか、なんかこう、いろんなものストップしてる感じですね。なんていうんですか、この、結局、今回のコロナっていうのは、その、経済システムが壊れてるわけじゃないんで、一応そのパンデミックなので、これはいつか、まあ、元に戻るっていう前提で皆さんやっぱりやってると思うんで、今は、なんかこの、もちろんその、供給と需要、需要が、サイドが下がってる。っていうのはもちろんそうなんですけど、ただそれ以前に、そもそもその売買のこう取引っていうのが、なんかこうストップしてるような感じで、例えばじゃあ内覧しますって言っても内覧できない、なかなかできなかったりとか、で、じゃあちょっと中国の方がですね、見に行きたいって言っても、まあもちろんね、飛行機も飛んでなかったりしますし、じゃあその契約うんぬんしましょうかってなっても、その、まあ例えば BIR とかですね、その、シティホール市役所とかが、こう、まあ必要最低限の人数だけ残して、ちょっと稼働ができなくなっている状態とか、なんかそういう煽りもあって、単純にその需給ギャップだけっていうよりかは、いろんなこの要因で、こう、その、売買そのものが、活動自体がこうなんかストップしてるような状態なので、なんかまだ僕らもわからないっていうか、状況がですね、はい。そもそもの取引量がすごく少なくなって、で、もし取引が生まれたとしても、その役所関係がなかなか動きが通常と違うので、ね、すごく手続きがスローになってるっていうことなんですか？なってると、そうだと思います。あと、まあ、僕ら今、それはコンドミニアムの、1000万円とか2000万円の市場の話なんですけども、ただ、一方でそのフィリピン人向けの、戸建てですよね。戸建てなんかだと、例えば富裕層向けの高級物件なんかだと、最近このメガワールドの記事があって、メガワールドってまあフィリピンで大きなデベロッパーのがあるんですけど、まあ、高級、まあ、フィリピン人の富裕層向けの高級住宅が、まあ、3ヶ月で完売しましたとかっていう話があったりとか、一方で、その、まあ、ローカルの人たちですね、まあ、フィリピンの一般的な人たちのコンドミニアム、戸建てですね、ちょっと地方の戸建てで、まあ、300万円から500万円ぐらいの、この辺の戸建てなんかは、ちょっと売れ行きが鈍くなってるっていうのは、話は聞きました。はい。なるほど。じゃあ、その、なんていうんですか、その層によっても、まあ、その不動産市場の動き方が結構違いが出てきてるんですね。違う、そうですね。特にその、300万円から500万円の、
まあ、戸建てを買う方っていうのは、やっぱり OFW、海外で働いているフィリピンの方々だったりとか、そういった方っていうのは本当にもろにね、今回煽りを受けているので、まあ、帰国せざるを得なくなって、仕事がなくなってですね、契約更新ができなくてですね、シンガポールとか、それこそまあ中東に行ってる方とか、カナダに行ってる方とかが、まあ、雇用主側からこれ以上は、契約を更新できないということで、帰らざるを得ない方。まあ、そういった地域が結構ね、中心に買ってた、そういったもの地方の戸建てなんかは結構影響を受けていると。うん、デベロッパーもですね、すぐに値段を下げるっていう雰囲気ではなさそうですけどね、これ多分いつか戻ってくるだろうと。うん、まあ、一応大統領の施政方針演説で、一応9月になったら、まあ、その中国からのワクチンが来るというような話も、まあ、してるんですけども、まあまあ、いずれにしてもこういつかこう、まあね、戻ってくるだろうという前提で、やっぱり皆さん、まあ、動いてるのかなと思いますね。はい、じゃあやっぱ中間層とか、まあ、一番なんですか、人数の多い層が一番影響を濃く受けていて、むしろ富裕層の人の方がそこまで影響もどちらかといえば、ね、そうですね、はい、まあ、このタイミングで買おうっていう方はやっぱ富裕層の方だったらやっぱ一定数はいるのかなと思いますね、うん、はい、なかなかまだ予断を許さない、いやもう全くちょっとね、いよいよ、うん、分からなくなってきたというか、やっぱり今回みたいなこのスピード感でこう急にね、ちょっと規制が強化されるってことが、やっぱり中1日でこういうことが起きるっていうのは、なるべく日曜日の、今日火曜日なんですけど、日曜日の夕方までは、ロックダウン、まあ、現状維持だよっていうニュースだったんですね、アナウンスしてたんで、それがその日の同じ深夜になって、やっぱこう、方針転換して、で、中1日でこうやってね、規制を強化してくるっていうのは、やっぱこれから本当に何が起きるか、しばらく分からないのかなと思いました。はい、分かりましたが、はい、やっぱ長期ビザ持ってて入国できたとしても、ね、まあ、もちろん2週間の隔離とかを置いておいたとしても、はい、ちょっと今は、ね、うん、なかなかそういうことするタイミングじゃないのかなって感じですね。そうですね、やっぱりもう少し落ち着いてから、うん、がいいと思いますね。分かりました、はい、現地の情報がすごいどんな環境なのかっていうのがすごい伝わってきました。そうですね、そう、まあ、でも一方でやっぱここはマカティの話なので、で、やっぱフィリピンって、まあ、日本よりも、ね、ずっとこう貧富の差がある国なので、やっぱ同じ国でもこのマカティの話と、じゃあちょっとこう貧困層のエリアだったりとか、そういうところってやっぱ全く事情がまた違ってくるので、うん、だから本当に、まあ、どちらとも正しいんです。マカティの今も正しいけど、まあ、マニラのそのちょっとね貧困層のエリアっていうのはそれもまあ現実なので、そう、その辺をねやっぱりこう僕らがだから両目でねこうしっかりと今何が起こっているのかっていうのをきちんとウォッチしていかないと、本当にちょっと簡単に見誤ってしまうような、はい、感じがします。僕はもうこのまま、まあ、ちょっと人数は感染者数増えてきてるんですけれど、まあ、このまま段階的に緩めていくのかなと思ったんですけど、やっぱそうではなかったんで、うん、だからそうですね、本当に何が起こるか分からないですね、感じが。はい、大変な状況だと思うんですけど、日高さんは健康に気をつけて。そうですね、いやだから太ってきちゃってるんで今逆に、はい、自炊することが多くなったんで、はい、カレーばっか食べてます、はい、なんかカレー作って初めてカレー作りました。カレーとかカレーをちょっとね極めて趣味料理みたいな。そうですね、はい、まあ、時短で、はい、どれだけこの短く、栄養の、まあ、栄養の高いものを作れるかっていうのが、はい、そこにちょっと取り組んでいきたいと思います。はい、分かりました。じゃあ今日はありがとうございました。いろいろと。いや、こちらこそありがとうございました。はい。じゃあまたこんな感じで、なんかたまにいろんな質問をまた聞いていきたいかなと思います。はい。わかりました。はい。じゃあありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい、ということでフィリピン現地についていろいろと聞いてみました。皆さんも、まあ、フィリピンの今、ね、現状どうなっているのかなっていうことが結構イメージがついたかなって思います。ちょっとね今やっぱり大変そうなので、ちょっと私としても、まあ、8月から、ね、長期ビザ持ってる人が帰国できるとかってニュースも見たんですけれども、ちょっと今はちょっとフィリピンに行くようなタイミングではないのかなと感じました。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。またこういった対談形式の動画だったりっていうのをも上げていきますので、ぜひチャンネル登録していただいて、最新の情報を見逃さないでいただければと思います。ありがとうございました。